さあこんにちは、はい、豊さん、はい、オコエ選手がここに来て2軍ファームに落ちました、まあ、抹消ということで、この抹消に関して、はい、ファンが賛否両論分かれていて、なんか賛否両論って店ある、店あります、賛否両論、あれは関係ない、あれとは関係ないんですけど、はい、ファンの中でなんで落とすの、降格すなの、あんだけいい成績出してるじゃん、一方いや落とすのそうでしょっていうファンもいます。そんな中で異例の原監督、この経緯について説明するという、なんで落としたかっていうのを説明しました。まあここ、何試合、ですね、何試合だ、最近の10打席無安打で6試合連続ベンチスタート、うん、で彼には1軍で控えているよりもファームで試合にこう出てくれた方がいいんじゃないか、プラス若手が上がってきて力を発揮する場もというふうに、まあ、異例の説明を行ったというところで、難しいよな、だって開幕スタートでしょ、はい、で1番 でスタートして、で3割超えをずっとキープしてて、はい、で今2割4分台に打率落ちたでしょ、はい、そうだね、相当調子悪いなっていうふうな、やっぱ印象を受けるんだよね、最初が良かっただけに、最初が良かっただけに、これが最初から2割7、8分をずっとキープして、いまだに2割7、8分をキープしてたら、うん、落とす理由がないよ、はい、でもやっぱりこう10打席のヒット2割4分に落ちた、はい、これからも落ち続けるんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、考えると、はい、やっぱ一旦リセットしてファームでやっぱこう打席に立たしてやらした方がいいなっていうね、で彼若いし、はい、まあ、25ってのは決して若くはないんだけども、はい、代打というよりもやっぱこう4打席フルにやってもらいたい選手だから、はい、やっぱ1軍に置いとくと試合感がなくなっちゃうっていうこともやっぱ一つあるんだよね、これその成績が今、まあ、その10打席無安打だけれども、試合に出し続けるっていう選択肢はないんですか、多分それ以上の打てる選手っていう期待感を持てる選手、数字を持ってる選手がたくさんいるじゃん、はい、例えば丸だったら安定的に3割前後は打つ、ガジタにだって3割打ったことがある、うん、こういう数字を並べていくとお声の数字っていうのはやっぱちょっと低いじゃない、はい、そしたらやっぱこう高い数字を持ってる人たちに、うん、期待をするよね、まあ、それと、まあ、ドラフト1って言っても楽天でしょ、はい、で今度変えるのが岡田っていうのがドラフト2位でしょ、はい、阪神の、うん、阪神じゃない巨人のね、はい、やっぱね巨人の生え抜きのドラフトの高い順をやっぱ試してみたいんだよね、うん、これが巨人ドラフト1位おこえ、はい、多分落ちてないと思う、やっぱ上で経験させてなんとかものにしなきゃいけないっていうものはあっても、はい、やっぱ巨人のドラフト1位も2位もいるわけだから、うん、そしたらやっぱちょっとやっぱお声が落ちたところでちょっと変え、岡田が調子いいから ね、そうですね、ちょっと変えて経験させてみるかとか、はい、そういうこともあるんだよ、やっぱりその生え抜きと違う、そうじゃないっていうのやっぱそういうのはあるよ、あやっぱそこがやっぱその球団としてのプライドもあるし、はい、だからそこら辺はもう仕方ないのかなって、まあ、確かにその俺はお声は、うん、ゲームにずっと使ってて味が出る選手だと思ってるから、はい、例えば守備固め、ダイソー、これは魅力ないよ、うん、まあそれはすごくうまいけどね、はい、だからファームでもう一度調子を取り戻して、まあ、また上がってくるという、うん、その繰り返しだと思う、ああそうなんですね、あこれ安定的にずっと一軍に入れるって言ったらもうレギュラーになった時だよね、そうで、じゃあ今そうですね、今はレギュラーではないので、そうだね、これ どうすればレギュラーにオコエ選手になれるんですか、だから人生を変えるぐらい一生懸命頑張るって言ったろ、はい、だからファームに行っても一緒だよ、その精神、うん、だからその精神を崩さないっていうことだよね、うん、そうなってくるとチャンスはある、それはもうポジション決まってないもん、丸だって調子悪いしさ、はい、梶谷に使われるけど、うん、まあ、体の状態だとか、はい、まあ、そういうのであまりいいパフォーマンスが出てない、まあ、そうなってくるとまあ、チャンスはあると思う、そうですね、ウォーカー選手だってブリンソン選手だって疲れない時はもちろんあるので、ただオコエの性格を考えると、うん、やっぱり1軍では張りを持ってるけど2軍だったら張りなくすとかね、心のだから楽天の時も、まあ、そういう傾向にあった選手だから、
だからここでやっぱこう口をね男として開いたわけだから、はい、人生を変えるって、うん、だからファームに行っても気持ちを切らさずね、はい、また必ずチャンスあるから、うん、だからまあもう上がってこいって言うしかないけどね。そうですよね、うん、ただやっぱ岡田っていうのもファームで結果を出しててそうなんです、こんなに結果出してるの上がれないのかっていうと、うん、やっぱチームへの不信感があってやる気を損なうよね。でも2軍の選手もあ岡田があれだけ打ったから1軍に上がれたんだって、うん、俺もってなるよね、はい、その代替えとして変えなきゃいけない選手がいるから、はい、そしたらそう、まあ、大声になっちゃったっていうことなんだろうけどさ、はい、まあ、確かに大声も10打席ノーヒットということでね、うん、まあ、状態は落ちてるけどもね。そうですね、うん、で上がってくるのがそうです、岡田選手と菊田選手、はい、でその岡田選手は2軍で打率3割9厘、はい、で特に最近の5試合ファームでの5試合は18打数9安打、はい、で打率5割と絶好調ということで、はいはい、この岡田選手はまあライトを守っているいわゆる外野手、うん、というところでやっぱりそのオコエ選手が抹消された分その外野のポジションに割って、まあ、もちろんそうですね、というところですよね、はいはい、でもう一人菊田選手、菊田選手は2軍でチーム最多タイの4本塁打、打率2割9分5厘ということで、はい、この菊田選手はまあファーストだったりサードだったりを守っている。どっちが本職かね。どっちなんですかね、ファーストとサード。岡本あのファーストにしたよね、中日戦で、はい、で、まあ、途中からだけどどうなんかな、原監督がやっぱ三塁手を作りたいって思ってるのか。あでも最終的にはなかなか帰ってくるとファーストで、だからその間は岡本にはファーストを守らせて、はい、ちょっと守備の負担を軽くして、うん、バッティング専念なのかなとか、まあいろいろ考えちゃうよね。そうですね、そうなってくるとじゃあこのサードに菊田選手なのか、それとも例えば秋広選手、今ファーストを守ってるけど、うん、じゃあどうするのか。まあ秋広のファーストが一番安心感があるけどね。うん、取ってくれる範囲がめちゃくちゃでかいから背が高い分そうですよね。めちゃくちゃ手足長いしな、あっちもこっちも取ってくれる。そうそう、あっちもこっちも取ってくれるっていう。もうバルタン星人だったら前どこでも取っちゃうよみたいな。いや、バルタン星人、バルタン星人知ってる？知ってますよ、これですよ、ウルトラマンの。結構古いな。あ、うちのお母さんウルトラマン出てたので。あ、そうだな。そうそれは見逃せんわな。そうなんです。でもとなると菊田選手と岡田選手を上げてきたらどういう使い方を原監督は。いや、まあそれはまあちょっとわからないけども、はい、まあその岡田っていうのはそのファームでね、はい、絶好調、うん、5割打ってきてるわけだから、うん、早めに使いたいよね、はい、うん、まあ、早めに挑戦させたいよね、うん、で菊田っていうのはどこのポジションをやるかわからないけども、うん、まあファーストをやらせて、まあ、秋広外野に持っていくか、うん、それとも、うん、秋広外野にとっては岡本をファーストにしてサードに持っていくのか。あ、これはやっぱこうある程度気分転換も含めて、うん、まあ面白いかなとは思うけどね、いろいろやらすっていうのは ね。でこの2選手がまあ入ってくることによって、まあ、若干打順だったりも、まあ、変わってくるでしょうし、まあ、変わるよね、うん、だからまあそこら辺はね、まあ、中日戦で、岡本が三塁線抜かれたじゃない、1点差で、はい、であれはやっぱり抜かれちゃいけないんだよね。で体型的にも回とか点差的にもあそこだけは抜かれちゃいけない、だからそこを抜かれたっていうのがやっぱ原監督の中にちょっと頭の中にあるんだったら、まあ、菊田選手を、はい、菊田をサードに持っていって岡本をファーストにするかもわからないけどね、うん、だからまあいろんな事情で選手の入れ替えだとか行われてるからね。いや、そうなんですよね。確かにオコエっていうのは前半を支えたというか、はい、4月を支えたというかね、うん、まあ巨人の中ではよくやった方の選手だけに、はい、落とすのもかわいそうじゃないかっていう声もあるかもわからないけども、うん、はい、まあいろんな事情があるからね。そうですね、だから、だからなかなかそう簡単にはいかないんだよ。これがレギュラーだったら絶対2割4分でも落ちないよ。あ、そうですよね。そうだからまだ試合には使ったとはいえまだまだレギュラーとしては程遠いという、はい、だからファーム行ってこいということなんでしょうね、うん、いやでもこれ最近例えば坂本選手も今も3番でもう、ね、スタメンでどんどん出続けてますけど出ない試合もあったりして、丸選手も出ない試合、吉川選手も出ないしないってなると、で今中田選手故障、サードの岡本選手だけがこういて、あとなんか若手でとか外国人でっていうある日のスタメンってことももちろん考えられる。あるよな。ですよね。まあだけど、
坂本の状態は上がってきてるしね、うん、はい、だからやっぱり使わなきゃいけないと思うし、うん、まあ、吉川も使ってくると思うけどな、なかなかねセカンドで出て、まあ、まあでも吉川はやっぱこう実力者だから、である程度まあレギュラーとして、まあ、原監督の中では物足りないのかもわからないけども、まあ、そのジャイアンツのメンバーを見る中ではキャリアを積んできてる方だから、はい、やっぱそういう人たちがやっぱ頑張らないとね。そうですね、丸選手にしてもそうですし、でも今シーズンは本当に巨人はあの若手の選手をいろいろ使ってきたりとか、しかいないもんね。そうなんですよね。ただ申し訳ないけどもうちょっと時間かかるな、はい、あのレギュラーとか、はい、ポジションを与えると取るとか、うん、そういうそういうことを考えるともうちょっと時間がかかる。まあ、秋広もいいパフォーマンスを出すようになってきたけども、レギュラーかっていうとまだまだね物足りないところがある、まあ、中山もそうだよね。だからそこら辺がこうやっぱ信頼できるぐらいのものになってこないとね。そうです。だからお声だって頑張れば、うん、あのレギュラーのチャンスっていうのはまだまだ残されてるし、うん、代わりに上がってくる岡田とか、はい、ね、法政大学でバリバリやってたんだろうから、うん、やっぱそういう力も見せなきゃいけないし、はい、まあ、菊田選手もそうだよね、はい、だから、まあ、チャンスは今いくらでも落ちてるから。そう、あの浦岡さんそういうことなんですよね。そうなんだよ。だからオコエなんかもう2軍に行っても必死になってすぐ10日で上がってくるぐらいじゃないと。そうですね、ね、10打席無安打落とされた、ね、まあ、10打席連続ヒットぐらい打たないと、うん、お前。そうですよ、ね、そのぐらい頑張って、はい、まあ、上がってこないとね、なんかもうあちょっと一息しようみたいな、うん、それじゃダメだし、うん、ね、頑張らないとね。そうですね、まあ、本当に裏を返せば若手にチャンスがある、自分にもチャンスがあると思ってこのね機会を十分に、まあ、オコエ選手も2軍でそうですし、上がってくる、まあ、岡田選手だったり菊田選手もチャンスをものにしてほしいですね。そうだよね、頑張れ、ね、はい、はい。